皆さんおはようございます。さあ10月になりました。まだまだ暖かい日と、ね、涼しい日が交互にやってくるような感じの気候なんですけども、今日はいちごの苗に、挑戦してみたいと思います。いちごの苗、いちごこれ、今日の主流はアイベリー、これ愛知が愛知の愛なんですね、愛知のアイベリーという品種です、この花皮にね艶があって、非常に美しいタイプの甘いいちごでございます。植えていきましょう。ここに植え穴を掘って、そして、まあ、このですね、クラウンが少し、隠れない、少し隠れるぐらいの程度で埋めていただくんですけど、まあ、この土のまま植えていただければ結構です。愛を知る県愛知の、アイベリー、はい、この大粒になりやすい種類なんですね、40g 前後のこの果実が取れるイチゴの種類アイベリーですね、明るい赤い色が、とても鮮やかな種類でございまして、適度な柔らかさがあり、食べ応えがある品種です、ジューシーで、そして香りと酸味の調和が取れた、非常に全体の調和のいいアイベリー、楽しみですね。いちご大好きです。